はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。今回はですね、前回に引き続きましてカナダマップの方ですね、カナダマップで遊んでいきたいと思います。荷物の方なんですけど、全くこちら中身が全然わかんないんですけど、もう木箱ですね、木箱、重量は49トン、木箱で49トンと中身何入ってるかちょっと怪しいですけどね。まあこちらをですね、カナダのベイブルズっていう町から、まあまた同じくベイブルズ、同じ町中を、走っていくんですけど、もう町というかね、距離は235キロあるんで、なんて言ったらいいんですか、日本でいう都道府県、県の中を走るようなイメージなんですかね。はい、ということで早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、エンジンかけますね。ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。はい、ギア入れてサイドとして、はい、やっていきます。オープン。行きましょう。もういきなりね、国道みたいなとこですけどね。ゴールはまともな道なんじゃないかな。まもなく左方向です。左、対向車開けへんのかな。カナダの方もこういう道多いんですかね。細くてぐにゃぐにゃしてて、もう砂利道でって、あ、危ない。まあ本当に私が大好きなパターンですけどね。こうなってきたら完全国道ですよね、これ。カナダ国道、また下りなんかいいですよね。狭っ。今日もですね、ホットドッグマンは、ホットドッグマンは元気に光っています。本当あれ何やったよな、プロジェクトジャパンの最後。最近上げた中で一番最後のプロジェクトジャパン動画の時ね、本当に叱らなくて困ったもんですよ。いつまでこんな道が続くんやろ。重量もね、49トンありますから、まあまあ重たいんですよね。
とした坂道でも結構登るのはしんどいですからね。二足にじゃ登らん。滑ってるんやな。レフやなこれ。ロウ。これはしんどい。全然登らん。これ今3速ですからね。3速でも突然マジ難しいですよこれ。タコメーター振り切って次のギア入れたらもう登らないようになるし、なんか振り切ったまんまでもやばい気するし、これね、一速で振り切って2速入れると、今登ったからいいですけど、2速入れた途端に登らんかったりとかね、結構しんどいですよこの道。
ら時間ばっかかるな。よっしゃ、これで頂上かな。こっから下り出すかな。お、なこれ。あ、びっくりした。道がないかと思った。おお、おおおお、おおおお、ああ、ダメージが。バキバキ言った。ああ、これカナダの国道、これ本当地味になんかめんどくさいというかしんどいですわ。うわ、走りにくい難しさというかなんかしんどいですねこれ。普通ならね、なんかこう道が狭くて対向車が来てこうねすれ違いができないとかね、そういうめんどくささなんですけど、これはなんか車が前に進まない、進めるのが難しい。対向車とか全然来ないんですけどね、なんか坂道登らんし凸凹道が急に激しいしみたいな、なかなか手ごわいなこれ。時間ばっかかかっちゃう。もうなんか逆にね、例えばランエボとかそういったなんかこうラリーチックなね車でここに走りに来るのも楽しいかもしれない。逆に荷物運ばずにねただのラリーカーゲームみたいになっちゃいますけど。しんどいわ。下り、上り切ったかなと思ったらね、また上り出すし、どん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 上がったり下がったり上がったり下がったり、頂上みたいな感じじゃないですもんね。これでも次道が右折になるんですけど、もうその道で普通な道に戻るような気がするな。ほとんど希望的観測ですけどね。せめてねこれぐらいスピード出たらないいんですけど。お、やっぱり一般車が走ってる。舗装されてる道に来た。久しぶり。あとどんだけあんの。あともう60キロですね。
ああ、長かったな。お、来たな。ベイブルーズ。おう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 。ベイブルーズ。あ。ナビ言うの遅い。ナビ言うの遅い。ルートを変更しました。止まらんかった。あれ？何？砂利道やから進まんて。あら、スタック？危ない。ちょっとおまわりさん、おまわりさん邪魔。あ、すいませんね。ここ曲がりたかったんです。すいません。なんか疲れた。もうこれどこゴール？そこか。お、だからなんか新しい工場でも作ってんのかな。合ってたぞ。こんなとこ大変。よっしゃー。なんか長かったー。ニュートラルサイドブレーキ。はい、エンジンオフ。はい、外行きます。何屋さんこれ、一体何を運んできたんや。俺はうーん、誰が知れん。はい、ということで今回はですね、新しく見つけてきましたカナダマップの方ですね、2回続けてやってきました。荷物の方はこれ中身全然わかんないんですけどね、もう木箱ですね、もう 何かが入ってるんでしょうけどね。重量も49トンありました。こちらをカナダのベイブルーズっていうところから、同じくベイブルーズの中をですね、235キロかけて走ってきました。まあね、荷物が重たかったっていうのもあるんでしょうけども、登らんもう大変。これ結局何分ぐらいやっとったのかちょっとようわかんないですけど、まあまあやってましたよ。うん、もう動画にするときはね、きっとカットされてるでしょうけどね。まあまあ長かったっすわ。もう登らん、進まん、走らんで、またガッタガタ道もありましたからね。まあ疲れましたけど楽しかったですね。国道好きにはやっぱこういうのたまらんですね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。